ムラデン・クルスタイッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナ・ゼニザ出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。元セルビア代表。現在は、FK、TSC の監督を務めている。旧ユーゴスラビアのゼニザで、モンテネグロ人の父親とセルビア人の母親の間に、生まれ、NK、チェリク・ゼニザの下部組織に在籍したが、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争によって、現在のセルビアに移住した。 2000年に加入したベルダーブレーメンでは主力としてプレーし2003から04シーズンにはブンデスリーガと DFB ポカールの2冠を達成したその後2004年に移籍したシャルケ・レイオンには5年間在籍しチームのキャプテンも務めた2009年にパルチザンベオグラードへ復帰し2010から11シーズンにスーペルリーガと 国内カップの2冠を置き土産げに現役を引退した。2017年10月31日、自身がアシスタントコーチを務めていたセルビア代表のスラボリュブ、ムスリン監督が解任され、公認として暫定監督に就任。同年12月29日、正式に監督に就任した。就任1年足らずで迎えた 2018FIFA ワールドカップでは、初戦で、 コスタリカに勝利したものの、続く、スイス戦、ブラジル戦に敗れ、グループリーグで敗退した。ありがとうございます。